4000円のマグロの切り心地はどうですか？やっぱり重みがありますね。I'd like a helmet full of chocolate yogurt, please, and mix some vanilla in while you're at it. Don't forget the sprinkles. 皆さん、ホームプレートにようこそ。ホームプレートでは、なんとアメリカからの料理を楽しみながら、メジャーリーグベースボールについて本格的に話してみたいと思います。こんにちは、坪井美里です。私は9年間野球をやっていて、今野球女子としても活動させていただいております。メジャーリーグの春季キャンプの方に行かせていただいて、そこでいろいろメジャーリーグに触れさせていただき、もうびっくりすることだったり印象的だったことがすごい多かったんですよ。でそんなことを今日はいろいろと皆さんに発信できたらいいなと思っております。で今日もスペシャルゲストにお越しいただいております。ケビンズイングリッシュルームの柿さんです。お願いします。あと、はい、お三方も来ていただいております。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何を作りますか？今日はアヒポケタコ。As a kid, seeing the hot dog vendor walking through the stands, he was like, "They bring it to you." I always liked the guy with the souvenirs. I was never into that stuff. I was. I was more into eating. Not an easy play. His throw, wide, and the A's are going to win. You got to be kidding. Kemp scores. Andrew scores. And the luck and everything that's going right for the A's just continues.可愛い名前だけど ね、確かにね。アヒポケタコ、可愛らしい。でもアヒポケって言ったらなんかハワイ風みたいなのを思い浮かぶような気もするんですけど、そうですそうです。皆さんどうですか？アボカドとか入ってるのかな、みたいなイメージがなんかなんとなくありますね。はい、では本日使う材料こちらになります。はい、はい、マグロが、このマグロインパクトがすごいですね。実はあのこれで4000円ぐらいするらしいです。高っ、ね、調味料あって、はい、でオレンジレモンがありまして、はいはい、でこれがワンタンの皮。ワンタンの皮、ワンタンの皮、初めて見たな。4000円のマグロの切り心地はどうですか？ やっぱり重みがありますね。やっぱありますか？数百円のマグロとはやっぱちょっと違いますね。切ったことないですけど。数百円のマグロ知らないでしょ切らねえだろ。数初めて切ってますね今マグロ。あ、いいじゃないですか。すごく綺麗です。お二人は料理されるんですか？僕はしますね。する方ですね。で僕より山ちゃんの方が多分全然そうね。一応基本は作りますね僕自分で、うん、お綺麗です。切れました。めちゃめちゃ上手じゃないですか。いやいや、はい、じゃあそちらをボウルに入れていただきまして、はい、じゃあね調味料などいろいろあるので入れていきたいと思います。生姜入れます。こちらはニンニクですね。はい、オレンジ汁ですかね、はい、絞り汁ですね。オレンジの汁とお醤油、うん、はい、はい、でごま油ですね、はい、入れていきます。よく混ぜていただいて、これご飯にのせても美味しそうな、絶対美味しいです、ね、美味しいですよね。漬け丼、ね、いいですよね、うん、確かに。そうですよね。これもまた球場でね食べていただいたら最高じゃないですか。いや本当にビールとめっちゃ合いそうですね。合いそうですね。こちら、漬けに、冷蔵庫で漬けたいと思います、うん、はい、はい、では待ってる間に恒例のメジャーリーグクイズいきたいと思います、はいはい、本日はかけさんにクイズやりたいと思います、はい、いやもう準備万端です。おお、はい、IQ 高いんでねかけさん。そうですよ。じゃあいきます。ででん、メジャーリーグは全部で何チームあるでしょう？おお、これは、おお、これは分かるだろう。これ簡単なんですか？これは分かるでしょ。これは簡単ですよね。うん、分かる分かる。そうですか、はい、本当ですか？お、これは分かってないかな。なんか簡単だよみたいな空気になってるんですけど、はい、全体が50で 50にします。ファイナルアンサーでしょうか？ファイナルアンサーでします。正解は30でした。残念。50って結構多くないですか？あれ、州って50ぐらいじゃなかったでしたっけ？州は50かね。そっか、はい、あのアメリカンリーグが15チーム、ナショナルリーグが15チームの計30チーム、うん、なるほどなるほど。ということで、まあ、日本で言ったらパリーグ、セリーグみたいな、そういうことなんですね、はい、ちなみにお二人は分かってましたか？あ、もちろんですね。分かってないでしょ？はい、もちろんです。全然分かってないですか？はい、これは分かってました。あ、分かってました。これ分かってましたよ。これですね、あのセントラルと東と西にその中で分かれてて5チームずついるっていう。あ、そうなんだ。それも本当に分かってました、これは。はい、ではマグロが漬かりましたので、はい、はい、私もこのワンタンの皮を揚げてきました。ありがとうございます、はいはい、では盛り付けやっていきましょうか、はい、まし
ずはワンタンの皮にこのマグロをね。あ、ちょっとかけさん、あ、すいません、事件です。すいません、あ、すいません、ちゃん、すいません、ちゃんと切って、切れてないじゃん、めっちゃ綺麗に切ってると思ってたのに。大丈夫です、でも大丈夫です大丈夫です、なんでや、食べたら、何を食べたら大丈夫だ、歯がありますからこれやっぱかけちゃんのやっぱ裁断方式がやっぱあるんだね届かないんだよね、切れないんで最後までかけさん結構繋がっております。大丈夫です、あの歯で噛みますから我々はでもそのための歯ですから。結構盛り付けに支障が出てくる感じあるんですけど大変申し訳ございません。これでいいですかね。でこの間にこう立てる、はい、立てる、あ、難しい、難しいですね、わすごい、おしゃれなんだ、だいぶね、おしゃれな盛り付けをするんだ ね、お、いい感じになってきましたね、いいですかね、こんな感じで、はいはい、できました、お、いい感じじゃないでしょうか、これあ、はい、はい、ではアヒポケタコできました。やったー、美味しそう。前回と同様に2人前しかないのでシェフにまた作っていただきました、はい、見分けつかないですね、ね、全然つくな、はい、つくつく見分けつかない、絶対こっちなのよ、いやいやいや、 いやいやどっちかわかんない、明らかにこっちの方が細かいし、サービス精神で私たちが持ったっていう可能性もありますし、いや違う、絶対違う、これは絶対こっちなの、はい、MLB カフェに置いてある MLB ビッグバーガーです。美味しそう、めっちゃ美味しそうですね、うん、ベーコンが飛び出てます、ね、美味しそう、はい、おお、こんな感じです、美味しそう、肉厚ですね、素晴らしいね、この分厚さがすごい、すごいね、すごいな、こんな肉厚なの、ビッグバーガーですからね、うん、いただきます、めちゃめちゃ美味しくないですか、美味しいですよね、うん、めちゃめちゃ美味しい、全部食べたんですか、全部食べました早、はい、早いこの一瞬で、美味しすぎて、ね、これ美味しいですね、うん、さっぱりしてるし、うん、なんかさオレンジのさ、うん、汁入れたじゃん、うん、いやどうかなって思ってたけどさ、うん、いい感じに効いてるね、効いてるね、これあることでなんかさ爽やかさが増して、うん、すごいなんかこう美味しい、美味しいってなる、うん、炭酸とすごい合いそうな感じ、美味しい、あ、ね、いいね、美味しいね、そうですよね、めちゃくちゃいい、うん、なんか皮もさちょっと苦味が軽くあるっていうか、それもいい感じですよね、しかもこのマグロっていうのがまたちょっとさっぱりしてて、うんうんうん、ステーキとかチキンとか、うん、と合わせても邪魔しないでさっぱり食べれますよね、うんうん、こちらですよね、アメリカの球場でも置いてるということで、オークランドアスレチックスさんの球場にも置いてるみたいなんで、はい、ゾウイさんアスレチックスになんか取材されてそうなんですよ、その2018年に、うん、取材させていただいて、うん、球場に行かせていただいたんですけども、東京ドームで開幕戦でオークランドアスレチックスとマリナーズの試合が、当時イチロー選手がいらっしゃった、はい、引退試合されたんですけど、そうなんだ、こちらも見させていただいて、はい、歴史的な試合じゃないですか、そうなんですよ、印象にすごい残ってて感動しました、いただきます、いただきます、美味しいです。まだ食べてます。うん、止まりません。やっぱこのジューシー、うん、めちゃめちゃ、うんうん。お肉の味が。サラダと肉とピクルスとケチャップのバランスを取るタイプのハンバーガーもあれば、うん、なんか肉がめっちゃジューシーで、それがメインのドーンのハンバーガーもあると思うんですけど、うん、これはなんか肉がドーン系でめっちゃうまい。うん、肉がドーン系。肉がドーン系。すごい。で、はい、今回ご紹介したこのアヒポケタコなんですけれども、うん、なんとですよ、MLB カフェ福岡の期間限定メニューとして導入されることが決定しました、はい、おすごい、そうなんです、なので、はいはい、ぜひ福岡に遊びに来た際には、はい、こちらのアヒポケタコと MLB ビッグバーガーをぜひ楽しんでください、はい、ぜひ皆さん食べに来てください。それでは皆さんご覧になっていただきありがとうございました。ぜひ MLB ジャパンの SNS チャンネルをフォローし、次のエピソードも見逃さないでください。前回のエピソードを見逃した方はこちらからご覧になれます。